厳しい。福島県福島市での美味しいもの探し。気温マイナス 0.6 度の中歩いていると。おはようございます。まさか思いませんでした。神田さんの番組ですよね。見てますよ。番組の大ファンだというお父さんが。おすすめありませんか。南福島の蜂の木おすすめします。蜂の木。蜂の木さんです。どんなお店ですか。あそこは、なんだっけ、生姜焼き。生姜焼き。生姜焼き1本でやってますから。絶対、外れないですよ。外れない。今、ここまで言ってくださったらね、ぜひ行きたいですね。というわけで、早速取材交渉です。出来上がりだけ出すっていう感じで大丈夫ですか。もちろんです。もう全く。もし混んでたらどうします。お待ち。待つっていうことも可能ですか。大丈夫ですよ、全然。了解しました。じゃあお待ちしております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に。どうやらかなりの人気店のようです。あ、こちらですね。ありました。八の木さん。わあ、なんだか雰囲気がいい。あ、すごい、本当だ。八の木のメニューは生姜焼き定食の一品です。創業以来51年、福島市民を大満足させている生姜焼きとは。失礼いたします。生姜焼き定食、大変お待たせいたしました。ちょっと見たことないタイプの生姜焼きですよね。珍しい生姜焼きですよね。ご飯もすごい量ですね。はい、これが普通盛りになります。生姜焼きのご飯のお供にぴったりなので、結構皆様召し上がっていかれます。皆さんめちゃくちゃなんか素敵ですね。どこの化粧品使ってますか。そうですね、化粧品はちょっとここで申し上げていいのかわからないんですけれど、いつも本当にバランスの取れた食事をとっているっていうのも一つあるかなと思いますので、内側から健康になっていただいています。美は健康から。多めの油で揚げ焼きにし、おろし生姜をたっぷりと。醤油ベースのタレが食欲をそそります。そうな、分厚いんです。外側カリッとしてます。おいしい。醤油で衣の方が味付けされてて、で上に乗ってる生姜のおろしがちょうどいい苦味なんですよね。魚が進む。でこのロースの柔らかいこと。たまらん。続けて聞き込みをしていると。テレビで見てる前に。あ、本当ですか。ありがとうございます。そう、土曜日の番組。テルイさんとこ餃子。あ、テルイさんの餃子。うまいんだ、パリパリして。パリパリしてね。硬くてうまいから。テルイっていうところ、円盤餃子。一皿に20個から30個ぐらい入ってるから。福島市民なら誰もが知るという円盤餃子、取材交渉です。日にちはいつですか？あ、実は今日なんです。はい。今日なんです。あ、今日なんですか。はい。はい、大丈夫です。はい。すみません、本当にありがとうございます。取材 OK いただきました。青空も広がって餃子日和ですね。あ、こちらが照井さん。恋しくなる。めちゃくちゃおしゃれなお店。古民家カフェみたいな見た目です。餃子一筋69年、人気の円盤餃子とは。はい、すごい、めちゃくちゃ綺麗。注文を受けてから自家製の薄皮で具材を包み、多めの油でじっくり焼き上げる名物円盤餃子。1人前22個ですが、独特のパリッとした食感がやみつきになり、誰でもペロッと食べられちゃいそうです。いただきます。サクサク。中にも若干の空間があるというか、お野菜がふわふわに入ってるんです。でちょっとお肉が少なめで、野菜の甘みがものすごく口の中に広がって、いわゆるギトギトした餃子っていうイメージとは全然違います。このマラソン最高ですね。これ一周回っていいんですもんね。たまらんなこれ。これは余裕で完走ですね。続いて観光案内所で有力情報をゲット。川俣シャモ扱ってるお店もあるんですけど、ちょっとこれシャモの親子丼ですか？そうですね。めっちゃ美味しそう。ちょっとトロトロな。全国的にも知られるお隣川俣町の川俣シャモを使った親子丼。さらに今ちょっと時期ではないんですけど、桃も福島本当に取れるので、夏とか桃パフェとかも結構やっぱあるので、はい、今の時期に桃っぽいもの食べられるとこありますかね？そうですね。こちらでもちょっと置いてはいた。何ですか？何ですか？ここにもあるんですか？はい、この辺ですね。何ですかこれ？これ野茂桃って言って本当に数が少ないかったりして出回りがないうちに入る機会が少ないものもこんな感じで、はい、これちょっと買って帰ってもいいですか？はい、有名な桃作りの名人が作った12品種の桃の果汁を丸ごと瓶に詰め込んだ 100% の桃ジュースいただきます。そうですね、シャーベットとかとね。でも優しい甘さです。ガツンとくるような甘みじゃないです。それぞれいろんな品種があって、桃です。桃の果汁の滴ってる部分を一滴ずつ集めたみたいな味がします。濃いんです。めちゃくちゃ美味しい。元気の出たところで、先ほど教えていただいた川俣シャモのお店に取材交渉です。旅サラダという番組を担当している東と言います。あら、こんにちは。はい、ありがとうございます。こんにちは。見てますよ、私。本当ですか？ありがとうございます。嬉しいです。じゃあちょっと見てくださってたらなんとなくさせていただけると思うんですが、はい、ぜひ。無事取材許可をいただき、福島市のお隣川俣町へ。この町の名産川俣シャモとは。すいません、こんにちは。旅サラダの東です。いつも見てくださってます。ありがとうございます。大好きで見てました。いろんなとこに行ってね、美味しいのごちそうになってね、いいですよね。創業77年目になる老舗の和食屋さん。ランキング1位だという川俣シャモの親子丼をいただきます。ありがとうございます。いやー、この中に入ってるんですか？あ、そうです。じゃあちょっといただきます。美味しそう。噛めば噛むほど旨味が出るのが特徴だという川俣シャモをふわふわの卵でとした親子丼。出汁も川俣シャモから取っているそうです。いただきます。シャモうま。お出汁がものすっごい出てます。もう普通の鶏肉と比べ物にならないですね。見ててください。お出汁出すんですけど、お肉はもうちょうどいい弾力。なんか見ててください。本当に。シャモうま。いいですね。優しいね。ありがとうございます。喜んでいただけて嬉しいです。というわけで今回見つけた4つのコレうま商品の中からプレゼントに選んだのは円盤餃子と桃ジュースです。